並みの、フライングをなさるということなんですけれども、オリンピックで何か注目の競技とか、なんかライバル視している選手とかいらっしゃいましたら教えていただければ。全然考えてなかったです。本当に集中しすぎて、ピーターパンの台本を見ることが日課になりすぎて、テレビを全くつけてないので、最近の世の中がどうなっているかを私はネバーランド以外の世界を知らないので今どうなっているのかっても全然わからないんですけど、いや、オリンピック超えたいですね。超えますやばいやばい。オリンピックにライバル宣言、はい、ライバル宣言をしたいと思います。頑張ります。今年一番最初にフライングをした時の気持ちを教えてください。どんな気持ちでしたか？こんな感じだったわって言いました。多分口に出して本当になんか懐かしい感じもしたし、でもなんかこう私がこう年を取るにつれてちょっとなんか年齢を重ねていくうちにこうフライングっていうものが怖くなってるかもしれないと思ったんですけど、やっぱまだまだ子供でした。純粋に楽しかったです気持ちよかったですか？気持ちよかったです。もう飛んでる時が一番楽しいです。お願いします。センターのムービーカメラに向かって手を振っていただければと思います。